皆さんこんにちは。株式会社バリアントの代表取締役に1年半前になりました和田正秀です。思ったのは父親に認められたいっていうことと兄に認められたい、見返したい、そんな気持ちで仕事をしてました。今までは会社が儲かるとか会社の幹部を育てるとか自分のことだけを考えていました。問題が次々から次へと出てきて解決できないんですね。とにかく社員が辞めました。統合ワーク、内政内観の勉強に行きました。この学びをし始めてから自分が部下に怒るようなことがだいぶ減ってきて話ができるようになってきました。大変な山を登るんですけど後ろから声をかけて、社長とか幹部のを超えて仲間として山を登ることができました。会社の中で社長と部長ということを乗り越えて本当に同志としてどんな山でも越えることができるし必ず達成できるということに気づきました。ありがとうございました。はい、皆さんこんにちは。はい、私ですね、営業部長の矢部と申します。店長の、優しさも正直あったんですけれどみんなを少しでも楽にさせようという思いがあってなるべく自分が業務を請け負ったんですね。部下からはなんで僕たちに仕事を与えてくれないんだ、もう一度じゃちょっとこの屋久島行ってチャンスなるかもしれないっていう思いで参加することに決めました。屋久島行った時でした。初めてですね、登山もしたんですけれど頂上に登った時ですね苦労しました。でもその苦労の甲斐もあって見たその景色っていうのがやっぱ非常に素晴らしくてですね頂上に立たないと見れない景色っていうのが自分が思っている小さな悩み事っていうのが本当にちっちゃなものだなっていうことにも気づいたしそのスタッフが賛同するようになってきたんですね。そうやって店っていうものが本当に変わってきました。今人が変わって、前向きに明るく取り組むことによって自然とですねその雰囲気だけじゃなくて数字も上がっていったんですね。以上です。ありがとうございました。バリアントで営業統括本部長をやっております東本です。今日はこのような場を与えていただきまして私は営業推進部長で入らさせていただいたんで部長という立場もありますんで入れるだろうというふうに楽観的なんで何とかなるという感じで思う。当然受け入れられないというところで今までの私のやり方が通じないというところの壁に当たりました。こういうふうにバババババババッとこう人生でこの時は一番悩んだ時期じゃないかな。でここから脱出させてくれたのが経営者の2人と恵子ちゃんですね。その後すぐに屋久島で研修行きましょうというところでまた当たり前なんですけども山あり谷ありという中でこの谷に入った時にどう自分をやっぱり制御するのかっていうか自分を冷静に入れるのか違いを尊重できるようになったということと夫婦仲が良くなりました。ご清聴ありがとうございました。はい、皆さんこんにちは、和田食品株式会社代表取締役の和田博でございます。どうぞよろしく。みんなこうそれぞれが無限の可能性があって得意なところがあってそういうものを気づいてもらう僕が役をするっていうのが本当に社長としての役割だったりとかリーダーとしての役割なんじゃないかなっていうことも理解した瞬間だったですね。あることで兄弟喧嘩があってその時に恵子さんが僕にいやいやまさに謝って分かんないですよね。なぜかというと俺は正しいと思ってるからなぜ謝らなきゃいけないのかって分からないです。でも謝るという意味がこの時よく分かったんですね。よく分かったっていうかこの時にもう感じてたのかもしれないですけどその人本人のもともと持っている心に対してその心が傷ついてしまったことに対して謝るということを僕は初めて理解した。正しければいい何でもいいんじゃなくてその人の心がどういう状態にあるのかっていうことを知ることこそ
コミュニケーションの第一歩なんだなっていうこと、夢を叶える皆さんのサポーターでありたいなと思うとともに、本当に考え方をシフトできるような、そんなサポーターでありたいと思います。皆さん、ありがとうございました。講演を聞けてすごいこう自分の中で勇気をもらった講演に参加させていただきました。福島から来てよかったなと思ってます。ありがとうございます。今までの苦労、どうやって試練を乗り越えたのかっていうのがすごい心に伝わってきました。感動ありがとうございます。感動しました。ありがとうございました。はい、バリアントのさんの講演会を聞かせてもらいました。やべっちが辞めようとした時、ヒロ兄に話をした時にいたんですよ、福島に。本当に受け止めてくれた。いや、なかったらここにいなかったって今ね、ヒロ兄もギャンさんも言ってました。いや、だから本当に奇跡だなっていうふうに思います。素晴らしい機会をありがとうございました。突然言われます。